さて、面談か。隊長。以上になります。参考になったよ、ありがとう。よし、じゃあ始めるか。急にすまない。それでは面談を始めようか。姉さんも捕まえましたし、あとはクオバディスを壊滅させるだけですね。ああ、そうだな。隊長、何かあったんですか？顔色が悪いですよ。いや、何でもない。少し書類をまとめるのに手間取って徹夜だったんだ。それじゃあ今回はワルキューレ隊について話を聞きたい。ワルキューレ隊のみんなは命を預け合う大切な仲間だと思っています。実は私って前線部隊はこれが初めてで、その前は通信課でオペレーターをしていましたが、通信課ってなんだか会社みたいなんですよ。普段は少しずれたところやおちゃらけた部分がありますけど、いざって時はすごく頼もしいです。あれがカリスマというものなのでしょうか。しっかりとしていて、戦闘でもクールに立ち回っているのを見ていると、理想のお姉さんって感じでかっこいいです。ただ銃に名前をつけて喋っているのを見てしまった時は少し引いちゃいましたけど、そそっかしい部分もありますけど、素直で明るくて一緒にいると楽しいですよ。アマルとクーちゃんを見てて思うんですけど、あまり姉妹って感じがしないんですよね。クーちゃんは本当に物知りですよね。分析能力も高いし、頭脳戦で勝てる気がしません。一緒に将棋をやったことがあるんですけど、強すぎて手も足も出ませんでした。以上で今回の面談は終了かな。ありがとう、お疲れ様。はい、こちらこそありがとうございました。急にすまない。それでは面談を始めようか。隊長は隠し事が苦手ですわね。厄介なことが起こったと顔に出ていますわよ。そんなことないぞ。別に何も起こってはいない。今回はそういうことにしておきますわ。ですが、言いたくなったらいつでも言ってくださいね。微力でしょうが、部下としてお力添えいたしますわ。まあ、その時が来たら頼りにさせてもらうよ。心配かけてすまない。それじゃあ今回はワルキューレ隊について話を聞きたい。ワルキューレ隊は選ばれた誇り高い方たちですわ。どんな状況でも諦めずに、気高き部隊だと私は思っています。それにうるさい地位とご栄がいないので、居心地がいいという点もいいですわ。隊長と同い年と聞きましたが、しっかり者なので、たまに隊長の方が年下に見えてしまう時がありますわ。隊長、落ち込んでいる暇があるなら少しでも自分を磨いてはどうかしら。いかにも軍人を絵に描いたような方ですわ。ああいった堅苦しい人を見ていると、いじり倒したくなっちゃいますわ。そういえば、初めてお会いした時に軍歴を伺われましたけど、入隊理由をそのままお話ししたらすごい驚かれましたわ。アマルさんはおてんばが過ぎますけど、私と妙に馬が合うんですわよね。特に一緒にゆえさんをからかうのは楽しくて楽しくて仕方ありませんわ。ただ、
銃に名前をつけるのはいかがなものかと。シャイな方ではありますが、思ったことを素直に言ってくれるので気を使わなくていいですわ。それに比べてジーヤの小言はつまらないことばかりですし、今はこの生活が気に入ってますの。よし、以上で今回の面談は終了かな。お疲れ様。はい、ありがとうございました。体調もお疲れ様です。急にすまない。それでは面談を始めようか。急ですね。何かありましたか？あまり顔色も良くありませんが。あったといえばあったが、ワルキューレ隊には関係ないことだ。気にしないでくれ。相変わらず嘘が下手な人ですね。それでは出世は難しいですよ。今回は気づかなかったことにしておきます。すまない、気を使わせて。それじゃあ今回はワルキューレ隊について話を聞きたい。様々な部隊に所属していましたが、ワルキューレ隊は悪くはない部隊だと思います。しかし異色すぎる部隊ではあります。出撃以外は自由すぎる生活、充実された設備、高額手当の支給など、軍人として扱われていない気がして時折不安に感じます。普段はしっかりしていますが、私がワルキューレ隊に配属された頃、ヤクモも一緒に配属してきました。部隊方針や設備などいろいろと驚かされましたが、それよりもヤクモの子供のようなはしゃぎっぷりには一番驚かされました。軍の中でも異例中の異例だと思います。戦闘経験がない大財閥の娘が最前線部隊に入隊した時は目を疑いました。しかしワルキューレの扱いは最も長けており、兵士としては天性の才と言えるでしょう。初対面で人の顔を引っ張るのはやめてもらいたいですが、普段はいたずらが過ぎるところが目立ちますが、どんな状況でも諦めず楽しもうとする姿勢はアマルのいいところだと思っています。ですが一宮と一緒に悪知恵を働かせるのはいただけませんね。あまり口数が多い性格ではありませんが、物事を正確にストレートに言ってくるので、変なトラブルを起こさないか少し心配です。アマルもそうですが、あの姉妹は幼い頃から軍との関わりがあるせいか、年に似合わず軍での離れをしている感じがします。よし、以上で今回の面談は終了とする。ご苦労様、下がってよし。は、了解です。ありがとうございました。失礼します。急にすまない。それでは面談を始めようか。僕たちソルを捕まえることができたんだよね。頑張った甲斐があったね、お兄さん。ああ、そうだな。あとはクオバディスを壊滅させるだけだ。ん？お兄さんどうかしたの？元気ないみたいだけど。そんなことないぞ。俺はいつだって元気だ。それじゃあ今回はワルキューレ隊について話を聞きたい。クーと僕って幼い頃から軍と関わりがあったから親戚の家って感じなんだよね。でもワルキューレ隊のみんなは優しくて面倒見もいいから家族って感じかな。愛ってしっかりしてるけど、しっかりしすぎてたまに一番年上なんじゃないかなって思っちゃう時があるんだよね。でも豪華なものが好きかと思えば
毒梅なんかにも弱くて、ほんと不思議なんだよね。ルナって全然お嬢様な感じがしないんだよね。ノリも良くて、つい一緒になっていたずらしちゃうんだ。でも普段はゆるゆるなイメージだけど、戦闘になるとかっこよく見えるから不思議。ゆえはお堅い軍人さんだよね。普段からガッチガチな感じだし、僕だったら10分も持たないね。同じ軍でも通信課でオペレーターをやっていた愛とは全然雰囲気が違うよね。もちろん大切な妹だよ。初めて会った人は全然姉妹っぽい感じがしないってよく言うんだけどね。最近は任務が忙しくて、父さんのことが昔のことのように感じるけど、思い出すだけで胸が苦しいよ。クーには気づかれてるみたいだけどね。よし、以上で今回の面談は終了だな。はい、お疲れ様。急にすまない。それでは面談を始めようか。ソルを捕まえたことで何か重大なことを知らされたんですね。いや、そんなことは。私たちに、やはり考えないことにします。隊長ならいつか話してくれると信じてますから。すまない、できるだけ早く教えられるようにするよ。それじゃあ今回はワルキューレ隊について話を聞きたい。アマルとは父の関係でよく軍に出入りしていましたので、馴染み深いものがあります。中でもワルキューレ隊はみんな優しく接してくれます。そして命を預け合える仲間なので、家族みたいに感じます。面倒見がよく、個々の個性が強い隊員たちをまとめていますし、しっかりしています。あ、隊長は隊長でしっかりしています。以前将棋に誘われたのでお相手しましたが、一方的な展開になってしまい、なんだか申し訳ない気分でした。こう言ってはなんですが、世間知らずなイメージが強く、ワルキューレシステムに対しての依存が一番強い方です。ですが、いざという時の行動力と DCS の扱いは人一倍飛び抜けています。私でも計算しきれません。訓練された軍人のイメージです。忠実で市場を挟まない洗練された人です。時折見せる不安の表情が気になりますが、戦いのセオリーを熟知しているので、作戦の立案や
戦闘における立ち回りなど相談に乗ってもらっています。大切な片割れです。私を守ってくれるのは嬉しいんですが、もう少し自分を大切にしてほしいです。最近は任務が激化し、父のことが遠い昔のように感じますが、アマルは時折父を思い出したかのように切ない表情をします。よし、以上で今回の面談は終了だな。はい、もういいんですね。ありがとうございました。